こんにちは、北村チャンネルです。この動画では今世の中でどんなカメラやレンズが注目されているのか、北村 YouTube 動画の再生数をもとにカメラ注目度ランキングトップ10という形でご紹介していきます。また動画の最後にはお得なキャンペーン情報もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは2023年10月のランキングをご覧ください。第10位はパナソニックルミックス G9 Pro Mark II の新製品取材動画でした。ルミックス G9 Pro の発売から約5年、パナソニックの静止画フラッグシップモデルが久々のリニューアル。新開発センサーと新世代エンジンが採用され、ルミックス G シリーズ初の増面位相差 AF を搭載するなど大幅に進化した本機種について、パナソニックの塩見さんに徹底取材しています。フォトグラファー注目の一台です。そしてパナソニックではルミックス G9 Pro Mark II発売記念キャッシュバックキャンペーンを開催中。ボディのみやレンズキットのほか、対象レンズのみのご購入でもキャッシュバックの対象となっています。キャンペーン期間内にぜひご検討ください。そして第9位はキヤノン RF 10-20mm F4L-IS-STM の先行体験動画でした。こちらのレンズは先月発売されたばかりのキヤノン EOS R システム用の超広角ズームで、超広角域をカバーしながら手ブレ補正機構の搭載と小型軽量を両立。この動画では発売前に展示されたキヤノンフォトハウス銀座で質感やサイズ感など詳しく収録してきましたので、ぜひご参考ください。そして第8位はシグマ 10-18mm F2.8DCDN のレビュー動画でした。こちらは先月シグマから発売された APS-C ミラーレス用の超広角ズームレンズ。 35mm 版換算で 15mm-27mm 相当となり、広い画角と高い近接撮影性能でダイナミックな表現が可能になります。こちらの動画には外観の紹介はもちろん、スタッフが実際に撮影したスナップ作例も多数収録していますので、ぜひご覧ください。そして第7位は富士フィルムインスタックスパルの先行体験動画でした。10月5日に発売されたインスタックスシリーズ初の撮影に特化したカメラ。プリント機能を切り離したことで手のひらサイズのコンパクトさを実現。一体どのように使うのか、どんな機能を搭載しているのか、実際に体験してきましたので、ぜひ動画でご確認ください。可愛い5色のカラバリにも注目です。そして第6位はOM システムタフ TG7 のメーカー取材動画でした。防水防塵対衝撃対低温性能を備えた人気シリーズの新製品が注目度上昇中です。過酷なアウトドアシーンなど、スマホでは破損が怖くて撮りにくいシーンでも安心して使えることで大人気のこちらのカメラについて、 OM システムの深田さんにいろいろと説明実演していただきました。これからの冬の季節、ウィンタースポーツにもおすすめのカメラです。そして第5位はニコンニッコル Z600mm F6.3VRS の先行体験動画でした。ニッコール Z レンズの中で最高品質を誇る S ラインの超望遠単焦点が先月ついに新登場。このクラスとしては驚きの小型軽量設計で、手持ち撮影も可能なこちらのレンズ、実際に北村の女性スタッフが手持ち撮影に挑戦しましたので、その様子をぜひご覧ください。そして第4位はおすすめ中古フィルムカメラ、コンタクス T2 チタンクロームの紹介動画でした。若い人たちが関心を寄せるフィルム撮影。こちらのコンタクス T2 は1990年に発売された高級コンパクトフィルムカメラで、中古カメラ市場では人気の商品です。こちらの動画にはオールドカメラに詳しい新宿北村写真機店のスタッフが実際に撮影した作例とともに紹介しています。フィルムカメラに興味のある方は要チェックの1台です。そして第3位は OM システム OM5 と 8mm のフィッシュアイレンズで秋の花々を撮影した実写レビュー動画でした。 OM システムの小型軽量ミラーレス OM5 とフィッシュアイレンズを使ってコスモスなど秋の花々を撮影。レンズを付け替えて様々な表現を楽しめるのが一眼の醍醐味ということで、フィッシュアイレンズを使うと果たしてどんな写真が撮れるのか、標準レンズの写りが物足りなくなってきた方はぜひご参考ください。そして第2位は OM システム OM1 と超望遠レンズを使った実写レビュー動画でした。 OM システムのフラッグシップミラーレス OM1 と
テレコンを内蔵した超望遠ズームを使って実際に公園を歩き撮りしました。楽に超望遠撮影を楽しめるのが小型軽量を実現しやすいマイクロフォーサー好きのいいところ。実際に使うとこんな感じという使用感をぜひ動画でお確かめください。そして第1位はニコン ZF の先行体験レポートという結果になりました。これで2ヶ月連続で1位となり、注目度の高さが伺えるニコンのフルサイズミラーレス。持ち歩きたくなるかっこいいヘリテージデザインだけではなく、中身も最先端の機能や性能が凝縮された魅力的な1台です。外観から機能まで詳細を詳しくレポートしていますので、ご検討中の方は要チェックです。そしてニコンでは ZF 発売記念プレミアムエクステリア張り替えキャンペーンを開催中です。期間内に対象商品をご購入お申し込みいただきますと、プレミアムエクステリア張り替え料が無料でご利用いただけます。もしご購入されましたらぜひご利用ください。それでは最後に北村だけのお得なキャンペーンを4つご紹介いたします。まずはキヤノン EOS R シリーズダブルでお得キャンペーンです。期間中に対象の商品をお買い上げいただきますと、ご覧の3つの特典の中から2つをお選びいただけます。またキヤノンさんでもエンジョイカメラキャッシュバックキャンペーンを開催していますので、どちらも対象であればトリプルでお得です。そしてソニー製品を対象にしたソニー祭りも開催中です。期間中対象の商品が星の数が多いほど店頭の価格からさらにお得になります。一部商品では何でも下取りの金額もアップしていますので、もしご不要なカメラやレンズがございましたらぜひ一緒にお持ちください。さらにソニーさんでもキャッシュバックキャンペーンを開催していますので、どちらも対象でしたらさらにお得になります。対象商品をご検討中の方はこの機会にいかがでしょうか。そして3つ目にご紹介するのが OM システムのダブルでお得キャンペーン。期間中フラッグシップモデル OM1 の何でも下取り金額が大幅にアップしています。さらに OM1 との同時購入で対象のレンズが1万円引きになるというキャンペーンです。また OM システムさんでもキャッシュバックキャンペーンが同時に開催されています。今回の2位でご紹介した OM1 がお得に手に入りますので、この機会にぜひご検討ください。そして最後にご紹介するのがニコン祭りです。期間中対象の商品が星の数が多いほど店頭価格からさらにお得になります。ただこちらのキャンペーンは11月30日までと終了目前となっていますので、お早めにご来店ください。同時にニコンさんでもニコンクリエイターズ応援キャンペーンを開催しますので、どちらも対象の商品をご検討中の方はこのチャンス見逃せません。その他パナソニックさんではリミックス S シリーズ、他の G シリーズも対象にした年末年始キャッシュバックキャンペーンも開催中です。このように様々なキャンペーンを実施していますので、ご購入の際はぜひご確認をお願いいたします。北村のオリジナルキャンペーンは店頭支払い限定となっていますので、ぜひお近くのカメラの北村までお越しください。また北村のネットショップでご注文いただいた商品もお近くの店舗でお受け取り、お支払いができますので安心です。カメラ機材のご購入はぜひカメラの北村をご利用ください。